Hey, hey, hey! I'm Ye from Yola Gaming! Now we're going to start Final Fantasy VII Remake Part 20! It's time for Underground Colosseum Extra Match! Let's go, go, go! やってくれちゃって。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯、どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリーズ。クラウド、こっち見て、かっこいい、かわいい。俺だぞクラウド、エアリーズ結婚してくれ。対しますは地下闘技場のさらに地下、中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイ。始まりました。コルネオ杯スペシャルマッチへ。あまたの強敵を退けた。実力派カップルに対するは、あまたの強敵を葬りし悪魔の家。一体勝つのはどちらなのか。あった、ヘルハウス動きが完全に止まったか。案外あっけなかったね。いや、これからだ。おっと、なんだこれは。何、来るぞ。ちょっと、温かな我が家が一変。ついに人食い屋敷インザハウス。そっちは大丈夫。本性を現したヘルハウスに大いのクラウド&エアリー。
せ、オープンザドア。二人をホームパーティーへ。ゴーヘッドハンター、ダウン。こうなったら手も足も出ません。決めてやれ。うん、一緒に。やクラウド&オヤリ、この隙を見逃しません。何やら怪しげな雰囲気。ケルハウス、一体何を企んでいるんでしょうか。そこから狙える。カレッジな攻撃も何のその、鉄壁の守りが再びタップルを追い詰める。かかってこい。気負いすぎるな。私の出番。そりゃ魔法で決めてこ。そっちは大丈夫。激しい攻防が繰り広げられております。一瞬たりとも目が離せません。頼んだ。頑張るね。まともに食らった。これは痛そうだ。三秒後を食える。遊んでやれ。手を凍らせ、氷の女王。引き立つほどに鋭い眼差し、たまりません。驚け、バリアなんて興味ないね。クラウド戦士のつぶやきが聞こえてくるようだ。おかげだ。集中して、うるすぎていかない。連携しよう。お任せあれ。見てるこちらも猛毒開始。ここからだ。決まった。さすがのクラウド選手も大打撃か。そっちは任せる。お任せあれ。やっやっ、かかってこい。おっと、ついに来るか、本気の一撃。私に任せて。俺が当たったらひとたまりもありません。受けて。思うようにダメージが入りません。私の出番。やすぎる。はいはい。動け。
で何が起きているのか。事態は一刻を争います。クラウド&エアリスチーム、これは痛い。連携しよう。お任せあれ。これかな。やっ、うるましいカップルを引き裂く椅子の雨。ファンクローゼの一番人気ダーキーアレ模様です。さあどう切り抜ける。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい。お前らがこんなにすげえとはな。後でサインくれよ。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな。だってよ、あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントはまれだけど、いつでも何かしらはやってるからよ。どう、早速出てくれんのか。それじゃ、地下で待ってるぜ。
たな。さあ、相手を選んでくれ。当然の結果だ。結果だ。冷たいよ。
よ。取る。当たれ。終わったね。そっちは任せる。いいとこ見せなきゃ。下がって。終わりだ。沈め。やっ、ここまで。覚悟はいいな。お疲れ様。当然の結果だ。またいつでも来てくれ。
優勝おめでとう。見事な腕前でした。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。互いに高め合い認め合う。必ずや二人の間に真の友情が生まれるでしょう。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず、苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。食べ始めたら止まらない。おいしさが加速するチョコボ豆だよ。はい、何、はい、待ち合わせ場所はここのはずだけど。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから。楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面者できないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだい？思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。That's it for this episode. We finally win the prize money and now Eric is getting ready for the wife audition. Stay tuned for more Final Fantasy VII Remake videos. Please subscribe if you have not, leave a like, and comment down below if you have any suggestion. I'm Ye from Yola Gaming. See you all in the next episode. Bye!